はい、どうも、キャマイです。今回なんですけども、結局、ファークライ6は買うべきなのかという話をしていきたいと思います。いや、出ちゃいますね、いよいよね。10月7日にファークライ6、待ちに待ちました。ファークライ6出ます。果たしてこれは我々は買うに値するのであろうかという話を今回はしていきたいと思うんですけども、まあ、いろんな人がいると思うんですよ。もうファークライファンでこのシリーズはもう確実に購入しますよっていう方もいれば、いや、まあちょっと直近のファークライがいまいちだから今作は様子見かなって思う人もいれば、いや、もう全然ファークライシリーズ今までやったことないんでわかんないんでちょっと教えてくださいっていう方もね、いると思うんですよ。まあそんな感じで、まあいろんな方がいると思いますので、今回はそんなファークライ6は果たして買うべきなのかという感じで、まあ簡単に言えばどんなゲームかを紹介していきたいと思います。まあそんな感じでね、今回もやっていこうかと思いますので、ぜひぜひ最後まで見ていってもらえればいいかなと思います。よろしくお願いします。さあ、というわけでやっていくんですけども、まずはこのゲームの概要をさらっと話していこうかと思います。このゲーム Xbox、PS4、PS5 そして PC 向けに発売されるファークライシリーズの最新作、ファークライ6となっております。まあファークライシリーズ伝統のオープンワールドでFPS でっていう感じのゲームになっていますという説明で、こと足りるんじゃないでしょうか。はい。まあ、詳しい部分はね、特徴という形でちゃんと説明していきたいと思うんで、早速、その特徴について話していこうかと思うんですけども、どうですか？皆さん、このファークライシリーズというものをどのように認識していますか？人によっては、このやっぱジャングルで、なんかオープンワールドで戦って、みたいに風に思う人もいれば、なんかそのクラフトして、みたいなそういう要素を楽しむ人もいれば、そのなんか敵役、ヴィランっていうところをすごく魅力に感じて、ストーリー重視でプレイする人も結構いると思うんですよね。はい。まあ、このゲーム結構いろんな楽しみ方ができるんですけども、今作結構いつものシリーズと違う部分が、まあ、大きく分けて2つぐらいあるのかなと思っています。まずね、一つ目がね、いつも結構ジャングルっていうところで戦闘バチバチ、まあ、森の中とかでやっていくことが多い作品だったんですけども、今回はそこら辺を一新して、紫外線っていうところを結構取り入れてるみたいなんですよね。なのでいつもみたいに結構ジャングルの中でっていうよりは、この街みたいなところをしっかりなんかその中でやっていくみたいな感じのゲームになっているっぽいですね、今回はね。なので今までのファークライとは少し違った景色で楽しめるようなゲームになるんじゃないかなと個人的には思っています。そして大きく違う点もう一つなんですけども、こちらついでにストーリーについてをちょっと説明していく中で話していこうかと思います。このゲームストーリーがざっくり言うと、敵の独裁者とその息子を反政府軍となって殺しに行くっていう、まあ、そんな感じのゲームなんですよ。はい。なので、ここがね、結構違うんですよね、今までと。何が違うかっていうと、今までのね、ファークライシリーズって、結構、その、ストーリーの中で自分が戦闘に巻き込まれていってしまうっていう、なんか、別にそんな最初は戦うつもりはないんだけど、環境がそうなってしまっていくという感じで、戦闘に巻き込まれていくことがね、ストーリー展開的に多いんですけど、今回のファークライに関しては、もう最初からその反政府軍、に入って戦っている一人の兵士として、この世界に誕生しますという感じなので、そこが大きく違うんですよね。要はもう最初から戦闘する前提で始まっていくんですよ。なのでそこから多分出てくるシリアスなムードとか、あとはもう序盤からめちゃくちゃエンジンフルブーストで、戦闘をバチバチやらせてくれるとか、そういったところがね、今作違ってくるんじゃないかなと個人的には思っています。まあ、そんな感じでいつものファークライシリーズとは一味違うんじゃないかなと思ってるんですけども、これを見た初心者の方、初めてファークライシリーズをちょっと見てみようかなと思ってこの動画にたどり着いた方思ってると思います。知らんと、そんな今までのファークライと比較されても知らんと、このゲーム、6から始めて大丈夫なのっていう話ですよね。はい。ファークライシリーズも6まで行ってますけど、6やって大丈夫俺みたいな感じで思ってる方もいると思うんですよ。大丈夫です。はい。
ファークライシリーズは結構シリーズごとにしっかりあの話がまとまっていて、あの前後の因果関係みたいなのはほぼほぼないので、あの普通にちゃんと 100% このゲームから始めても楽しめるようなゲームになってますので、はい、そこは安心してもらっていいかなと思います。という感じで、ファークライといえばオープンワールドの超広いジャングルとかそういった広大な自然っていう中を、まあ、FPS 視点で進んでいく本当にオープンワールドの FPS の代名詞となっているような、そんな感じのゲームになっています。広大なフィールドが用意されている中で、まあ人々が本当に生きてて日々争っている中で、自分はどういう選択をしながら人々を助けていくのか、そしてどっちにつくのかみたいなところとかをね、自分自身で選択していきながら、自分自身の選択によって物語が左右するみたいなところもね、結構このシリーズ強くあったりだとか、あとはやっぱりこの広いフィールドをかけるための乗り物とかね、ヘリコプター乗ったり車乗ったり、なんなら今作はなんか馬とかもあったりだとか、あの新要素としてありますし、そういったあの広大な自然の中に落ちている資材とかを集めていって、自分であの武器とかをクラフトしたりだとか、そういった要素もあります。そしてまあ武器を改造する要素だとか、あとはそういう武器を作って戦闘に赴いていく、そのもうドンパチですよね、本当にあのすごいね爽快感のある銃撃戦っていうのも楽しめます。そしてまあ銃撃戦だけではなく、結構このゲームステルス要素みたいなのも強く作られていて、なんかちょっとね、違った楽しみ方、あの銃でバンバン撃つだけじゃなくて、ちょっと頭脳プレイ的なところもね、試されたりだとか、まあ、そういった点もありますと。そしてまあファークライシリーズといえば、ちょっと可愛らしいね動物の相棒みたいなのがいて、そいつらと一緒に冒険をしていく、そんな感じで、なんかちょっと孤独じゃないぞみたいな感じで、オープンワールドのゲームやってるとき結構ね、あの孤独感を感じがちなんですけど、いや俺にはこの子がいるぞっていう気持ちでやれるみたいな、そういうところもまたファークライのなんか遊び心が見えるポイントかなとも思っています。まあいろいろ話したんですけども、あのシリーズ経験者からするといつも通りかなと思います。はい。そうなんですよね。ここで、まあ、ネガティブな話をするのもどうなのかなと思うんですけども、結構事実、やっぱり、あると思うんですよね。このシリーズというか、まあ、いつも通りの要素がいつも通りあるのかなと思っていて、その枠は今作も出ていないんじゃないかなと、個人的には思いました。まあ、ちょっといろんな動画とか、見させてもらって、情報を集めつつ見たんですけども、まあ、いつも通りだなっていう、感想に落ち着いてしまいました。そのいつも通りのファークライを楽しめるのであれば、全然いいよっていう方もいれば、あーまあいつも通りか、マンネリ化してるしなって思ってしまう方もいるかもしれません。もしくは初心者の方はね、あの初めてファークライやりますよっていう方は、めちゃくちゃ斬新な経験ができると思います。まあ、そんな感じで、良くも悪くも、まあいつものあの道をなぞってるっていうところだね、システム面ではいつもの道をなぞってるっていうところは変わらないのかなと思うところが、今作の懸念点かなと思ってますね。まあでも個人的にはこのファークライのシステムなり、世界観なり、あとはこのストーリーのテーマみたいなところもね、すごく好きなので、はい、今作もそこは全然なんかネガティブには捉えてないです。まあ人によってはね、あの捉え方いろいろなんで、そこら辺は自分自身とちょっと見つめ合う必要はあるのかなと思います。そしてまあなんといってもこのファークライシリーズはやっぱグラフィックは綺麗っていうところがあります。はい、やっぱ毎シリーズ本当にクオリティがどんどん上がっていって、本当人が本当に生きてるような見た目の人として出てくるんで、そこのやっぱグラフィックの凄さっていうのはありますよね。はい、あの人としてもそれは表現されているし、広大な自然っていうところでも、その圧倒的なグラフィックっていうところは体感できるんじゃないかなと思います。そしてね、まあファークライシリーズといえば、そのヴィランっていうところがすごく、大事になってるんですよね。そのファークライシリーズの良し悪しを決めるのは、敵キャラクターが、どのぐらいカリスマ性を持っているかっていうところがもう左右していると言っても過言ではないぐらい、その敵キャラクターっていうところがね、このファークライシリーズ魅力なんですよ。で、そこの魅力今回あるのかな、どうなのかなと思ったんですけども、ありそうっすね。はい、今回結構ね、ちょっとやっぱあるなぁと思いますね。やっぱ今回本当にね、すごくて、もうちゃんと俳優を使っている。しかも、ジャンカルロ・エスポジートっていう、もうめちゃくちゃ有名な俳優なんですよね。しかも悪役っていうところの演技にもかなり定評のあるような、そんなミステリアスな俳優が起用されていてですね、これは今回はいけるんじゃないかなと、個人的には思っています。
で、まあ、このファークライシリーズ伝統でもあるんですけども、本当にやっぱこの、敵対するヴィランっていうところの思想が、まあ、正しいのか正しくないのかみたいな、自分の中でそれを判断しながらストーリーを進めていくっていうのが、すごく面白いポイントなんですよね。はい。必ずしも、ただ単純な悪ではないっていうところが、すごく、考えさせられるポイントでもあって、まあ、そこで己とどう向き合うのかっていうところが、ちょっとね、他のゲームにはないスパイスになっています。そんなゲームですね。という感じで、まあ、ここまでFar Cry 6の、ちょっといろんなポイントを解説していったわけなんですけども、じゃあ、それ買うべきなのかっていう話っすよね。はい。ま、俺は買う。いや、もう俺は買うよ。やっぱFar Cryシリーズ好きだし、俺は買おうと思う。ただ、やっぱり懸念がね、本当にいろいろあるんですよ。やっぱりね、UBI のゲームって最初は本当にまあオープンワールドでバグっていうところとかね、進行不能だとか、エラー落ちとかそういうところがすごくたくさんあるゲームなんですよ。で、そういうのをやっぱアップデートでどんどん良くしていくのが UBI のやり方ではあるので、まあそう、発売日に買うっていうのは結構なかなか敷居は高いのかなと思っています。なかなか地雷は多いんですよね。はい。で、しかも UBI のゲーム結構すぐにセールとかで安くなってしまうっていう部分もあるので、やっぱりそのまあ買ってもいいとは思うんですけども、やっぱ発売日に買うっていうのはなかなか気が重くなってしまうポイントでもあるんじゃないかなと、正直なところですね、思いますね。まあ、ここでね、皆さん、いやもう絶対買った方がいいですよっていう風に激推しすることも俺はできるんですけども、やっぱここまでずっと UBI のゲームをまあ長年見てきて、まあ直近もそうですけども、やっぱり発売日から数ヶ月とか初日っていうところは特にやっぱりあまりいい噂は出ないんですよね。やっぱネガティブな噂だとか、噂っていうかバグだとか、そういうところはやっぱ事実として毎回あるので、まあそういうのがちょっと気になるなという方はまあちょっと見送って、セールの時とかに買うでも正直いいとは思いますし、まあそうじゃなくてね、もう問答無用でこのファークライはもう絶対にやりますよっていうファンの方は、もうそれはもう絶対に買うべきだなと思います。もう俺もファークライシリーズのファンではありますので、もうこれはもう早くやりたいっていう気持ちでずっと生きてきてるので、はい、買おうとは思うんですけども、まあね、購入してやってクリアしたらね、ぜひぜひレビューとかもしていこうかと思いますので、まあそちらも待っていただければいいかなと思います。気になる方はね。まあそんな感じでですね、結論ですね。俺は買うけど、みんなは、バグとかそういうのが気にならない人は買った方がいいと思う。そういうのが気になる人はちょっとだけ待った方がいいと思う。これが結論です。というわけで今回はこれで終わろうと思います。この動画が良かったよ、楽しかったよ、ためになったよ、なんか知んないけど最後まで見ちゃいましたよという、そんなあなたはですね、ぜひぜひ、チャンネル登録して応援してもらえるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。このチャンネル毎日ゲーム関連の最新情報とか、ゲームレビューだとか、おすすめのゲーム紹介だとか、そんな感じでやってますので、ゲーマーの皆さんにいい情報をいち早くお届けできるように日々奮闘しています。ぜひぜひ、応援してもらえると嬉しいんでよろしくお願いしますという感じで、最後までご視聴していただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。